こんばんは。今日もね、これからFX ね、幸之助式ライブ実況をね、開始いたします。まあ今日もね、朝からもうほとんどね、もう動きがないっていう。まあちょっとね、オーストラリアドルとかオーストラリア円がね、まあちょっと上下運動してるっていうかね。で、まあドル円ももうほとんどね、この37の30近辺から、ちょうどビタでもう本当に行ったり来たりで、まあどっちかっていうとね、まあポンド円ポンドドルとかがね、まあちょっと売られてるかなっていうところですかね。まあポンド円とかね見てみますけど、まあポンド円がね一応若干はまあほんのちょびっと売られてるかなっていうね。まあポンドドルもねこう若干売られたんですけど、まあまた戻ってきてみたいな。まあ特にねやっぱり今もうまあねやっぱり銀行のね番長が出てくるのがねもう今日明日ですから、まあのんびりした展開が続くのかなっていうところですかね。まあ特にね表とかまあそういうのもねもうほぼ動くネタにはならないんでね、まあのんびりした展開ですよね基本的にはね。まあ多分ドルがねまあ勝ち上がっていくんじゃないかなっていうところですかね今日ぐらいから。まあちょっとね私も今ねパソコン1台でねのんびりしてるんで、まあチャットねちょこちょこ見ながらやるんですけど、まあとにかくねもう明日のね夜中ですかね、明日の3時ぐらいですかね、4時か分かんないですけど、まあそこら近辺でねまあ世界銀行のねドンのおばちゃんが出てきて、まあおそらくね気合い入れた超強気の発言をするんじゃないかと。まあ利上げに関してねフルパワーの展開をねするんじゃないかということで、もうまあどれもね今はこうもちもちしてますけど、そのうちまあね気合い入れて上がっていくんじゃないかなっていうとこですかね。まあなんかね質問とあった方がね逆にまあこんばんはね、マーシーさんね、本当にまあ今ね本当に売りも買いもねみんななんかこう適当にやられちゃうんでね、まあ本当にねマーシーさんばっかじゃないですけどみんな気をつけてね。まあ私も遊びでねオーストラリアドルをね91枚ぐらい売りっぱなしでのんびりねやってますけど、まあなかなかね0.980ぐらいまでがね割れないで。まあ今回ね今日ぐらいから明日にかけてねドルが多分勝ち上がってねもりもり上がってくると思いますんで、まあそこがね勝負どころになるのかなっていうところですかね。まあちょっとね待ってても遠いっぽいですよね。これちょっと切れちゃったっすよね。まあみんなね予想通りで、まあほとんどねもう本当にホーマックがでもう間もなくというかね明日やるんで、もうそれまではね本当にあんま動かねえんじゃねえかなっていうところでね、もう何にも言えないですよね。まあただドルがねここから成り行きで買ってもまあ多分ねもりもり上がっていくんじゃねえかなっていう。まあ本当にね飛び込みでもう成り行きでドル買えばね儲かると思いますよ。簡単に50ピップぐらい多分取れると思うんでね。まあどうしてもねお金稼ぎたいとか買ってみたいって方はねガンガンここら辺で買っていけば